皆さん、こんにちは、大地です、僕のね、コーチングを受けてくださった方からね、いや、なんかすごくこう、引き込まれるとかね、それからなんか集中するとか、もしくはなんかその気になってね、普段なんかやらないようなことやったりね、言わないようなこと言ったりしちゃったんだけどって、どうしてああなったんだろうって言われるんですけど、まあ、そういうふうに仕向けてるからなんですけどね、じゃあどうやって仕向けるかっていうと、やっぱこっちの集中だよね、集中とか真剣さ。で、やっぱりこっちがぐっとこう集中すると、で、クライアントもね、やっぱこうなるわけだよね。で、どうしてだろうってやるから、ね、そうだよなぁとか、ちょっとさ、こうやってしてもらっていいってこうやってね。で、やるとやっぱりね、それこうついてきてくれるっていうことが起こる。で、だから、集中するも大切だし、あとね、その気になるとかいうのは大切ね。やっぱり自分のちょっとキャラクター作るでもないけど、で、ほら、普段はさ、その自己一致っていうのが大切だっていうふうに言われてて、で、本来の自分であること、自然な自分であること、こう飾らないことが大切っていうんだけど、飾らない自分ってね、時にこう薄味だったりする。で、ほら、濃い味に慣れてる人たちは、薄味だと味に気がつかないっていうこともあるから、だから自分らしさを損なわない範囲でね、少しオーバーに、ね。だから、いいですね、ってね。これはやりすぎかもしれないけど。いや、いいよ、本当に。っていうのをこうやっぱりちょっと強くてもこう真剣に言ってみるっていうことをしないとね、伝わらない時もあるんでね。だからなんかこの自分でいるっていうことも大切だけど、ちょっと相手に伝わるぐらいエネルギー高めてみるみたいなね、っていうことをやると相手もなんか巻き込まれていったり引き込まれたりねするかもしれない。だから自己一致を大切にしながらもう自分もちょっとその気になって、芝居がかってっていうとなんか芝居をするってことになっちゃうけど、少しエネルギー高めてね、で、相手にそれをしっかり伝えていくね。つもりで関わると、なんか相手も真剣になってくれたりとか、ね、本当に心が動いてるみたいなことが起こってくるんじゃないかなということでね、時には、少しエネルギー強くね、関わってみてください。それではまた。バイバイ。